こちらが、当社の初めて、新製品でありますミニパームです。大きく分けると2つの構造になっております。こちら上の方が、培養層、下の方が培地層。こちらの培養層で、抗体、それから細胞等をですね、培養いたします。外側の方の膜を通じて空気を入れ替えてやり、下の方のこの培養層との間の膜で、栄養素を交換してやると。これは大変効率よく培養できまして、こちらの通常のローラーボトルのですね、5倍の容量の細胞をですね、培養することができます。操作の方法としては非常に簡単で、こちらのですね、蓋を取って、細胞子を注入してやり、これを蓋をしてやると。でこれは数日間置いていきますと、培養が完成していくと、こういった手順でございます。